皆さんこんにちは。お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いいたします。本日はドラゴンズドグマオンラインですね。本日ですね、撮影日はだいぶ、この動画がアップ、皆さんに公開されている日よりだいぶ前に撮ってるんですけど、本日が3月25日ですね、2017年。はい。で、先日昨日かな、はい。だいぶ太っ腹な、ものがいっぱい運営さんからはいいただいておりますね。まず、まあ、レリーフコイン、はい。まあこれはまあいいとしてね、見た感じで、で装備、見た感じで言いますと、イリスさんとファビオさんのものかなと思える装備がだいぶ、しかも防御力高いんですよ。はい。で今レベルね、50いくつなんですけど、これレベル1から装備できるんですよね。はい。レベル50、ポキオさんが2になって、高い装備を買ったところでこれをいただいたっていう無駄になっちゃいましたね。はい。とあとリム結晶と、あとはね、個々のねジョブにおける武器、これがものすごい強いんですよ。はい、こんな感じで、なんていう大盤振る舞いでしょうねこれね。これ関係ないか。はい。なので、装備とかはもうすでに、はい、僕は装備させていただいております。防具に関してはこちらのキャラクターではつけてない。なぜかっていうと、綾波さんが一番弱いので、綾波さんに来てもらってますね。はい。はい、元々の装備はこんな感じです。いただいた装備、おそらくですけどイリスさんの装備かなと、おそらくですよと思います。はい。まあ着飾りやっちゃってるんでもう全然意味がないんですけどね。はい。でポキオさんに関しては、はい、来て、はい、自分から来たねこれですね、ファビオさんだとおそらく思います。この装備をいただきました。ものすごい強いですよ。はい。物理防御力のみで見ると1681ですよね。それまでつけていたものは全部外しました。まあポキオさんに関しては着飾り装備いらないかなということで外してます。はい。でメイン武器も、つけてたものとは違うものに、いただいたものに変えました。はい。そして、ルーキーズリングなんですけど、先ほどメールの欄に、記載されてましたよね。もう一回見てみましょうか。はい。ですね、資格1234って資格がありますけど、3番目、レベル65まで経験値2倍になりました。ルーキーズリングをつけることでね、その前まではレベル45まで経験値、取得経験値が2倍だったので相当助かりますよねこれね。はい。正しい書きも書いてあります。レベル45から65になりました。賞金組モンスターを討伐して各社やポンを鍛えようということですね。はい。でこれがいただけるのが、3月30日までですね、この枠に関しては。で装備に関しては書いてないね。受け取り方は書いてあるけど何日までって書いてないんだね。はい。おそらくこの放送がやってる頃には、この動画が皆さん見れる頃には終わってるんじゃないかと思います、この期間は。うん。これいつまでもできたらねまあそうしちゃうっちゃそうしちゃうですからね。はい。で、じゃあメインいきましょう。ゾマのエリアマスターからイリスの情報を聞く。エリマスってこれ下の方にいませんでしたっけ。こっちじゃない、あれ、ここにいると思って入ってきたんだけどな。
ここですね。あ、なんかすげえ大胆な服装の人がいちょっと垂れ気味のお尻。お顔は酔っ払ってんのかな。ふにゃふにゃになってるんですがこの人はい、じゃあね、ナディアさん、エリマスお話を伺ってみましょうとも思う。ナディア、墓荒らしと遺跡の町ゾマへようこそ。はるばる遠方から私に尋ね事かしら。へえ、女性を探しにわざわざ来たの。情熱的なことね。いいわ、ザンドラ東部のエリアマスターとして力添えをいたしましょう。その女性がどうかは分か、その女性かどうかは分からないけど、赤い装束の女性各社が東ザンドラ廃墟群方面へ向かったそうよ。まずはそこを当たってみてはどうかしら。あと出発前に拠点の礎の登録を忘れずに。でないと、神殿からここまでの道中また大変よ。はい、はいいんですけど、僕結構ここで敵倒したんでランクはいくらか上がるはずですまあランク上げるとでも道中強い敵出てくるか。やめた方が良かったかな。まだ急いでる時邪魔になっちゃいますからねどこまで上がるかな。ランク3、どの道ランク4で打ち止めか。とりあえずはウォーリアーのジョブ。ウォーリアー、あーそっかそっか。はい、ウォーリアーやってないんですよねこっちの方では。ランク4、東ザンドラ廃墟群に新たな強敵、炎をまとったゴーレム。はいえ、これから行くところじゃないよね。これから行くところにいたら嫌だよね。え、そのゴーレムがどうもゾマの方へ向かう素振りを見せているらしいのよ本当かよ。はい、でここで来るわけですねしゃく熱の脅威、あーどうでしょうね。まあこれは個人でやりましょうか。はい、では、ザンドラ、出口どこ。その前にだ、ちょっと受けるだけ受けてみましょうか。バンデットメイジ、ホタテ貝、ベン砂。ここは一応3階建てなのかな。これは1階2階と読んでいいのかな。この階段のところはね。では、はい、場所はこれ飛び降りても平気かな。よいしょ、こっちですかね。え、ここって強いやついるんだよ。違ったっけ。なんかね、ボコボコにされた記憶があります、通行するときに。やばいな、あの人の受注しなければ大丈夫なのかな。いるかい。せっかくね、レベル65ルーキーズリングなったので、道中警戒態勢。何かいるわ、近くに。我がマスターの邪魔はさせるか。雑魚処理も兼ねて、気合い入れていきましょう。行きましょう。
で敵を倒すとたまにレリーフコインが手に入るらしいので、それも含めて気合い入れていきましょう。おっといて、このねレリーフコインがね、またゲット率が低いんですよ、めちゃくちゃ。なんかまた例のごとく有料アイテムを装備して拾うと確率が上がるみたいな、はい、らしいですけど、どっちだ、一応まっすぐかな。ちょっとここら辺に敵がいるんでこっち避けましょう。で今日はワイトはここら辺に、ワイトかウィッチどっちかが浮いてるはず。あ、いないか。いっぱいいるね。サクサクやっていきましょう。レリーフコイン200枚で何かと交換できるらしい、鑑定交換できるらしいので、でもともと150枚はいただいてるので、ダメージ与えられてんのこれ。いけたね。もっと満足させてちょうだい。大将チームまず。おっと、一旦バックしてからかかってくるからね、この人たちね。バックしてからジャンプして、あ、来ないか。素材拾えるものは、あ、まだいた？始めるわよ。寝た。コイン出ないかな？出ないね。でハッピーがさっきの受注したやつにハッピー一匹って書いてあったんで、ちょっとこれは確実に。始めるわよ。オッケーかな？おっと出ましたね、これですね、レリーフコイン。昨日もちょっとやってみたんですけどね、だいぶ戦ってるのにもかかわらずものすごい入手しづらいですね、なかなか出てこないですね。でここの場所ってパッと見向こう側に行けないんじゃないかって思うんですけど、行けちゃうのかなこれ。ここかな、こうやって行けるのかな。まあアルケミストはねジャンプ高いの持ってるんで行けるんですけど、それかあのヘリに捕まって向こう逆サイドから来る道はありますね。まあ、最初来た時にあれどうやって渡るんだろうってこっち側にって思ったんですよね。で敵か、行くか。お、なかなかのけぞらないね。おっと死に損ないが、そっちか。お、レベル上がったぞ。なかなか良かったわ。まだいる。
そこに一匹いるんだけど、まあやろっか、レリフコインのために。始めるわよ。ほい、じゃあなかなか良かったわ。あ、こっちか、間違えた。東ザンドラ廃墟群の上になんか出てきた、ゴーレム出てきたとかさっき言ってたんで、ちょっと離れた場所にって言ってなかったっけ、違ったっけ。ここちょうどいたらやだよね、でかいのがね。うわ、ちょっと待ってえ、あの赤い塊は何、え、あれ何、あ、すごくいい感じがしない、あの塊すごく嫌な予感がする。エリアランク上げなかった方がよかった。これやっぱりそうじゃん。気合入れていきましょう。え、あの人レベルいくつ、綾波さん行っちゃうし。47、灼熱のジオゴーレムってことは捕まった途端に火傷します。そうじゃないのかな。うわ、こんなんありですか。怒るしすぐ振り払うし、これずるいよね。おい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 、いたいた、あちゃちゃあちゃちゃあちゃちゃちゃってやつ頭の上になんかマークついてますね。うわ、見てなかった。やめなさい。あと手にももうマークついてるね。あ、腰、とっととやろうよ。ああ、もう最悪だなこれ、こんなのいると思わなかったよ。ちょっと今行くわ。ありがとう、早く倒したい。ダウンしてるわ。よし、支援入った、ここでやろう。ん、頭じゃ効かない。皆さんこっち側攻撃してるね。どこだどこだ、やべやべやべ、時間の無駄。股間じゃない股間じゃない、こっちこっちこっち。あ、ノーダメージになっちゃいましたね。どこ、頭ゼロダメージ。弱点はそこよ。あの地上から、そうそう、吹き上げる、あれどういうタイミングで出るの。胸あたりか。興奮状態を確認。よかったね、あの綾波さん。うわ、あち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 あ、防具離れよっか。またダウンした。おっと、これか、うわすげえ来るわ。あのすいません、とっとと助けてください。倒れなさい。そんでもってこれどこに攻撃したらいい。あー、いけましたね。9216、高純度真っ向メダル、え、そんなのあるんだ。いや、とんでもなかった
やっぱりあれですね、メインクエスト進める前にその周辺のエリアランク上げちゃダメですね。わかりました勉強しました。まあ、一応録画撮影日まで結構余裕があったんで、先に進めちゃおうかと思って、エリアランクだけでもと思ってやったんですけどね。イベントムービー始まるかもしれないんですけど、なんか最近読み上げが追いついてないので、追いつかなかったらごめんなさい。では、書き置き、もしここまで探しに来てくれたなら会いたいな。丘の上、崩れた教会で待ってるから。あ、ここってイベントムービーじゃないんだ。はい、わかりました。戻る感じですかね。おっす、じゃあ行こう。あ、イノシシね。なんかありそうですね、この建物。あ、でもあのゴーレムさん9200もらえるんだったらレベル上げにいいんじゃないかな。でも行ったり来たりするのにここはさすがに遠すぎますね。ぐるっと回る。以前メイリーフさんを助けに探しに洞窟に行った時も、なんかあのような感じのゴーレムで、青かな、コアがついてる、ありましたよね。その部分だけ攻撃しないといけないっていう。なんか出てきた。潜んでたのか。こいつ先にやらないと。まだいますか。一人いますね。これはまた関係ない敵か。うわ、ワーグだよ。これ。いけたね。なかなか良かったわ。ん、まだなんか落ちてるっぽい。ね。なかなか出ないでしょコイン。あのハロウィンとかのクッキーみたいな確率で出るかと思ってたんですけどね、個人的には。でもそれやっちゃうとね、有料課金の意味がなくなっちゃいますもんね。確かにね。お、拾っとこう。ブルーフラワーは大切。ちょっと回復薬作りにね。で、ちっちゃいやつ解放して。あー、どうしよう。ここに来れたらあのゴーレムでレベル上げできますね。ローテス、リンウッド、ジンゲン、ドラワン、ゾンマ、森林、深部行かないんだよな、あんまりな。ここやってみますか、試しに。そしてここですね。今度こそイベントムービーなると思います。はい、最近ちょっとセリフが追いつかないんだよね。では、イリス、あれ？なんだか久しぶりだね。一番最近会ったのはキノザ。ううん、
みそぎの神殿だ。あの時は迷惑をかけちまったな。かけちゃったな。いや、違うよね。前回会ったのはアークの中だった。あの時あんたもいたよね、レオと一緒に。ねえ、レオは？そう、来てないんだ。え？伝言？命がけで身を隠せ。か。うん、了解。じゃあ、こっちからもレオに伝えて。村に迷惑をかけたくないから山に隠れるって。さて、私行くよ。神殿のみんなによろしく。はい。レオさん、来た方が良かったんだよね、やっぱりね。がっかりしちゃってたよね、イリスさんね。レオさん来てくれるとばっかり思ってたんじゃないの？大丈夫かな？あ、私は大丈夫だから、ほら、さっさと帰りなよ。さっさとって言われちゃったよ。やっぱりいただいた装備ってイリスさんの装備じゃない？これやっぱ似てるよね。ここには何かいただけるものとかないか。こっち来ちゃうと誰かが壊すからね、これね。綾波さん、壊さざるにはいらない、入れない性格。なんもないね。じゃあ行こっか。このキャラクターの近く通るとちゃんと首がこっち向くんだね。この時点では向いてないけど、近く行くとちょっと反応するんだね、首がね。はい、じゃあ戻ってご報告してバイバイ。じゃあね、またすぐなんで、それは次回にしましょうか。今日はここでお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルのご紹介です。僕のチャンネルは野外での撮影や乗り物に関する動画、僕のオリジナル曲を取り扱うケルチャンネル、室内での撮影で主に多種多様の商品紹介や DIY 生活のお役立ち情報をお届けするケルケルム、2014年4月から2016年12月までのゲーム実況動画約1000本のケルケルムゲームズゼロ、2017年1月よりスタートしたケルケルームゲームズファースト、そして任天堂メインのケルケルームゲームズ EX で構成されています。これらすべてのチャンネルへのリンクは動画解説欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter へのリンク、個人用、動画専用のもございますので、よろしくお願いします。